始まりました、しゅうちゃんオートです。本日から始まりましたデイリースポーツ杯ですね、カードショート、こちらですね、今日4日間ですね、今日から、はい、こちらをやっていきたいと思います。今日はですね、雨も上がりました。でもね、天気がちょっと優れないです。ブチ走路から両走路に変わりましてですね、まあこのままね、天気が、持ってもらえれば両走路で今日は行われるんじゃないかなというふうに思ってます。果たしてね、どんな風な、レースが繰り広げられるのか最後までお楽しみください。よろしくお願いいたします。さあ1本目の5レースですね。ここは光がね、人気という思想タイムを出してきました。問題はスタート、フライングを持ってるからね、そんな無理はできない。そこはね、どんなだけ開きが出るか、まずはしっかりスタート。ほい、 10m 線では岩佐と赤穂がほぼ同体、並びながら1コーナーに入りますが、内野の岩佐が先手、そして後ろからは6番の小栗、おっと少し中段が交錯するような感じになりました。あらら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 ら、20戦から結果的には牧野が攻めて、さらには小栗と森谷が競り合いながら4コーナーの立ち上がり。さあ牧野選手、ハンデチャンス、どうだどうだ、いや光る早いわ。3番手に牧野が攻め上がりました。さらにはノンストップのまくり構成を見せるのは中山光であります。ここで森谷のアウトコースから抜き去って3コーナーの4コーナーと奪った、ライバルは残り3人であります。さあ牧野選手もそこ、もう岩佐さんをさばいちゃうか。お、速攻決まってる。岩佐の前に上がった、ここを見ながら8番の中山切り返そうとしたんですが、なかなかインコース開きませんでした。3コーナーではもう一度インコースから攻めてくる牧野、アウトコースから中山光る豪快な枠に、これは牧野の前まで行く勢い。うわ、はい、これが3周回2番手に牧野。さあここからよ牧野さん、しっかり。とやや滑った肩の、しかしこれうまく避けた8番の中山が先頭に立っています。2番手には牧野、片野が3番手、さらには岩佐、森谷、そして大栗というところが接近戦だ。残りは2周回終盤戦、先頭は中山。さあリサが3着キープできるか。そして焦点は3番手争い、ここいやそこインクついな。森谷、早人、内を差してまいりました。3コーナーから4コーナー決着になっちゃう。3番手に上がった森谷、あとは2番手の牧野まで。さあ牧野さんしっかり、残り1周ブレークタック、結構足色は森谷も良さそうだ。最終周回に入っています。2番手牧野に対しまして7番の森谷が3番手、最終コーナーで向かいまして1車身半の差で5番の牧野が2番手優位に運んでおります。森谷追いすがるもどうやら3番手、まもなくチェッカーブラック、いや光るお前と2番手牧野。スタート残せるか否か、前回伊勢崎遠征で優勝戦まで進んでいました。さあ6レースですね、まやちゃん登場ということで、今日はね指定対決ですね。吉田浩二さんと、指定対決、どういうレースになるか楽しみでございます。まやちゃんでも頭でよしっかり来い。スタートしました。さあ浩二さんスタートしっかり切って、いった。
さあ6番の山田を藤波が叩いていきました。佐藤麻也は最後方からの競争であります。先頭に渡辺、2番手には西久保がつけています。さあまず麻也ちゃん3番手から木村がスーッと西久保を巻きに切りました。ついていくのは吉田浩二、中段では浅野、藤波が並走。さあ内を救っていこう、内が空いてるぞ。団子状態になっています。こうなると山田もまくり攻めから活路を開こうとしております。前がごった返しているが、ここで吉田浩二インコースから差し切りまして3コーナー先頭となっています。4番手争いは浅野、外から山田、浅野さんの内入って6番手、藤波はスタートを決めたんですが、現在7番手に合わせています。1が邪魔、前が詰まった佐藤麻也、活路を開いたのは6番の山田、それでも目の前が3番の木村で壁になった。インコースから5番の浅野そこズドンで左右打をついてくるのは佐藤麻也、それでも6番の山田が前にいます。3番の木村はここもぐらついた、突き合ってしまった山田、佐藤麻也が内側から刺した。よし、前先勝敗の生命線、1コーナーから2コーナーで、ここであとは勝負だけ。8番の佐藤麻也がうまく山田を捉えて2番手に上がっています。逃げるのは吉田浩二、追う2番手には8番の佐藤麻也。さあ勝負背中を追って前ちゃん頑張って。3番手は山田通る、残りは2周回終盤戦、先頭は吉田浩二であります。早い、浩二さん、のアドバンテージはまだ10メートルあります。早すぎる。懸命に追いかける佐藤麻也、3番手が6番の山田通る、先頭2番手の間隔はちょうど10メートルぐらい。いやー、これは強いぞ。さあ前ちゃんどうだ、先頭だ。残り1周ブルースラックを通過しました。胴体ゴールぐらいじゃねえか。振り絞っていく佐藤前でありますが、まだまだ射程には入っていない。コーチさん早い、師匠の背中を見ながら最終コーナーでは前ちゃんもコーチさんも頑張って、近いところまで来ましたが、まだまだ追い抜く距離感ではない。まもなくチェッカーバック、コーチさんおめでとう。吉田浩二を押し切りました。手にいるかが一つポイントになります。さあ7レースですね。ここは6番の押田選手、あとは8番の大木選手ですね。まずは相馬さんよりスタート先に行って岩永さんを食っちゃってください。さあ食い、さあ注文通りとりあえず行った。先頭は1番の中野をはじめ、さあ馬場さんの内まで行った。そう、いい感じ。速攻決まったぞ。6番の押田幸男、おっとそこで、それはちょっときつい。外に行った時に奥田、それはきついよ。これは押田最悪な展開。何をしてん、2周回目、先頭は中野、どこ通ってんの。岩田が3番手、青木春近、岩永さんが生き返ってきた。先頭まで駆け上がりました。7番の青木が2番手の位置、さらには大木光が内側からさばいて3番手に上がってきています。残りは4周回、青木春近がさばいて先頭に上がりました。なんでそこで外行く、外から押田幸男という体勢、インコースからガツッと一発突進見舞います。8番の大木光、先頭は青木春しか、2番手大きい、これも岩永さん抜けんで終わんじゃん。岩永4番手に押した幸男という並び、さあトップ争い、大木が青木のインコースを狙いますが、ここは青木春しか先頭だ。青木春しかわずかに先頭です。2番手大きい光、インコースを開けません。青木春しか残りは2周回、さあインコースが開かないと見た8番の大きいありますがどうか。それでもインコースを攻めていく、ここで捉えました。3コーナー、大木光が先頭に立っています。青木春近2番手の位置、そして押田幸男3番手、残り1周ブルーフラッグを今。いやー押田君ちょっとあれはちょっと残念すぎるぜよ。頭まであったのに。最終コーナーに向かっています。体勢は固まりました。大木光今最終周回第4コーナー先頭でクリアしまして1番人気で、おめでとう。
8785、3連単で857が一番人気です。さあ8レースですね。ここは5番の平川選手と、あとは友和5番と8番、この2社で勝負でございます。平川君、スタートからしっかり行けば頭十分ある、スピードを生かして外外で来い。今スタートは切られました。前線のポールと伸びたら飛び出した。サラマラの磯が10メートル線を遅れを取った。4番木村義則がハンデゼロの野上を叩きに行きますが、野上を抑えようとしています。さあ2番手並走する感じから3コーナーでは木村が先手を取りました。4番手に平川博康、感覚がいて5番手に山際慎介、最近広がる手が向け、狭い狭い、もっと広く、もっと広く、もっと広く。3番手には野上、内を攻めてくるのは5番の平川、推進力は良さそうですが、インコースが混んでいる、ややインコースに詰まっている感じだ。外から山際慎介、残りは4周回、インコースの方が早いぞ。平川膨らんだ野上、7番の山際間を突こうとしております。さあよし、そこで道ができた。8番の中村智和、一気の攻勢をかけてまいりまして、外行け、上位争いに参入してまいりました。残りは3周回の1番の抜いたが先頭だ。2番手木村義雄、そこを牽制する。それでも8番の中村少々大回りになりましたも、このカーブのスピードが違います。 3,4 コーナー一気に先頭に駆け上がっていきました。中村智和先頭に上がりました。残りは2周回、2番手木村義則、まくれ、今度は外攻めにシフトチェンジしました。平川博康、冷静に切り返した内線から。そうだ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 、それ OK。 コーナーでは平川が2番手に上がっています。山際慎介4番手から、あとは残り1周回でどこまで食い込めるか。さあブルーフラッグを通過しました。あ、山際君来ちゃった。山際慎介、木村は4番手に交代しました。トップ中村智和、2番手平川、3番手が山際慎介、どうやら3連単1番人気で決着を見そうであります。最終周回第4コーナー先頭で中村がクリア。いや、友和早かった、おめでとう中村智和。さあ9レースですね。ここはまさかず一択で勝負でございます。発走でございます。初日しっかり頭を取って次に進みましょう。まさかずしっかり予選競争スタートしました。20メートル線のスタートダッシュ、インコースから鈴木亜希をまくっていく6番の福田裕二。福田裕二が20線からは先手を取りました。まさかずちょっと遅れてんな。ゼロでは戸塚茂の主導権です。さらには片岡、そして丸山が続いて4番手の佐々木の内を進めてくるのは福田裕二。さっと1番の片岡を抜き去ったのは丸山博信であります。競争はこれから2周回目、早めの仕掛けは福田裕二、1コーナーでは3番手に上がってきています。池田正和は最後尾、さあそこの渋滞はどうにか、どうでしょうか、ちょっと前が塞がっているような感じであります。7番の西村龍太郎がまくり攻めから活路を開いた、ついていく池田正和、残りは4周回です。先頭と差に追いついた丸山、あるいは6番の福田裕二、さらには西村龍太郎も差を詰めてきています。さあトップ争い、ここで丸山が内から戸塚をさばいて先頭に上がりました。その争いを見ながら福田裕二、ここはしっかり尖閣を切りましてトップの丸山までさばいていきました。まさかすごい、残り3周回で福田裕二が先頭に上がりました。3番手には2番戸塚、ここを攻めに行くのは西村龍太郎だ。3コーナーで打ち入った外から池田正和のまくり、 3コーナーから内に入って7番の西村の動きを見ながら冷静に切り返して間を割るか。残りは2周回終盤戦です。3番手に上がった池田正和、4番の池丸山博信のインコースを攻めて、さらに番手を上げて序盤の混戦を抜け出してからが早かった池田正和。さあ先行する福田裕二をここで捕まえた。よっしゃ、丸ちゃん残ってほしかった。池田正和が先頭に上がった。2番手丸ちゃん残ってほしかった。3番手西村龍太郎の並び、最終コーナーまた一番人気か。これさあしっかり最終半からさばききりました。池田正和が先頭だ。ここは3連単一番人気の決着、また一番人気だ、おめでとう。
3連単は867が1番人気 7.7 倍です。さあ10レースですね。ここは8番のひらきちゃん、あとは6番の、つよぽん、6番8番コロンチャーで勝負でございます。つよぽん5秒切りました。スタートしっかり前までくっちゃうぐらいの勢いでどかして決まってこい。スタートしました。ハンデゼロはインコースから悪通、そして20メートル線は外から5番の広瀬がいいスタートを切りました。30メートル枠なり最高峰から平田正隆の並びであります。先頭枠通2番田鈴木刑事、3コーナーから5が先くんか、一発で鈴木刑事が枠に切りまして先頭に立っています。ついていくのは5番の広瀬正光、競争は2周回目、内側からは斉藤翔吾の差しでありますが先頭まではわずかに届かず、先頭鈴木刑事、アウトコースに広瀬正光、3コーナーに向かいまして広瀬をブロックしながら鈴木刑事が先頭だ。3番田斉藤翔吾、さらには4番田阿部剛、平田も5番田まで上がってきています。さあ斉藤翔吾内側から差し切りまして 1,2 コーナー先手を奪いました。先頭は4番斉藤翔吾、さらには6番の阿部剛、攻めは待ったなした。3コーナー飛び込んでまいりまして先頭に上がっています。さあ平田選手も来るよ。阿部が先頭に上がりました。2番田の際は最内から8番の平田正隆、大外から5番の広瀬でありますが、ここは8番の平田が2番手に上がっています。阿部剛と平田正隆による首位攻防戦になりました。3番田斉藤翔吾、さらには広瀬正光、5番手に平塚正樹という体制で4コーナーを立ち上がります。残りは2周回終末戦です。これ三着からしてどうなんだろう。阿部剛節をまたいで3連勝なるかどうか。2番手から追いすがる平田正隆、かなり際どい感覚まで追いついてまいりました。もう一度6番の阿部が突き放そうとしている。さあここで8番の平田正隆、うわ滑った、届いていない。残り周ブルーブラック、ここで間隔開いて勝負あった。6番の阿部剛が先頭だ。さらには3番手の際は斉藤翔吾の後ろから平塚正樹、しかし4番手まで6番の阿部剛が先頭。今第4コーナーを先頭でクリア。3番手接戦ゴール。までの勢いが鳴りを潜め、結果は5着でした。仕切り直しの今回祭です。さあ11レース森選手登場ということでですね、ここはしっかりね頭まで行ってくれるんじゃないかなというふうに思いますが、同期の矢島選手も頑張ってスタートしました。10メートル線のインコースから高橋雄一が飛び出しました。そして30線からは五十嵐が先手を取りました。五十嵐さんインサートだったな。10メートル前20メートルの5番の川原まで捉えていきまして、3コーナーでは4番ヤクのインコースを3番の歌の内側まで潜り込んでまいりました。ここで3番手まで五十嵐が上がってまいりました。レースはこれから2周回目、先頭は清水、2番手には五十嵐という体制だ。3番手は高橋雄一、その後ろに3番野田光弘がつけております。颯爽と7番の五十嵐が先頭、早くもこの3コーナーで4周半を残して森君がちょっとの行くとこないな。さあ2番手以降その外行くか、そのごとくかなり各選手が集中しているような状況。混戦から8番森勝幸、今4番手に上がろうとしています。さあ3コーナーで野田がこの3コーナースムーズに2番手に上がりましたが、懐が甘くなった。8番の森がついてくる。残りは3周回、最近森君五十嵐、2番手はこの 1,2 コーナーでまくり切りました森勝幸。さあ先頭2番手、その差25メートル開いています。3番手は3番野田の内をついてくるのは矢島俊之です。その後ろに交代したのは3番野田光弘、4コーナーを立ち上がりまして、あと2周森君届くかな。五十嵐が引っ張っています。懸命な追走から森勝幸2番手の位置、3番手が4番矢島という並び、結構間隔が縮まってまいりました。先頭は五十嵐、先頭五十嵐、差を詰めてくる森勝幸2番手の位置。4コーナーを立ち上がりまして残り1周ブルーフラッグ、完全なるマッチレースであります。先頭は五十嵐和夫、2番手は8番の森勝幸、ちょっと辛いなこの距離。最後はその差は1車身半ぐらいまで差を詰めてまいりました。最終コーナーに向かいまして、さあ五十嵐に対応並べる森勝幸、抵抗する五十嵐、わずかに五十嵐、五十嵐頭だ。いや、おめでとうございます。
さあ最終12レースですね。ソウロンドもだいぶ冷えてまいりました。これはもう長い大好きにはもううってつけのソウロではないでしょうか。どういう強い勝ち方をするか、そこだけがポイントのような気がします。さあ大好き頑張れ。スタートしました。20戦の君山雄二は少し遅れた。後ろからはまだまだ好スタートを切りまして君山を叩きに行きます。岩田博臣は7番手から、長井は最高峰からの競争であります。岩田が素早い身のこなし、わひろみた、さらには君山雄二、そして篠崎のインコースまで捉えて3番の中川がインコースがガラキだ。先頭は高井をさばいた島田健一、インコースから岩田博臣、21コーナーで早くも先頭に上がった。8番の長井はこの時は6番手を待っています。さらにはバック側では5番手まで上がった。先頭は岩田博美、2番手には多彩、内をついて6番の和田健吾、4番手には中村幸典、長いの動きはどうか、残りは4周回です。スムーズに和田も2番手に上がっています。さあ大輔頑張って。先頭は岩田博美、岩田のアドバンテージは15メートルぐらい。2番手が6番の和田、3番手には8番の長屋が抜き上げてまいりました。残り3周半という段階で長屋も3番手に上がってまいりました。あとは車速がどうか、残りは3周回です。岩田が先頭だ。2番手は6番の和田健吾、8番の長井も3番手に上がりましたが、この3番手に上がったから極端に差が縮まるような、そんな迫力は感じられません。4コーナーを立ち上がりまして、残り1周回終盤戦です。岩田が先頭だ。2番手が和田健吾、長井も懸命に追走していますが、行け、2番手に追いつくのはやっとか。この3コーナー内を差してまいりました。3コーナーから4コーナーのカーブでは長井もいっぱい前に飛び込んでまいりまして、少々膨らむ感じ。残り1周ブルーフラッグ、先頭岩田博美、長井は2番手の位置、和田健吾は3番手。最終バックでも先頭2番手の距離関係はほとんど変わっていません。いやインコースガラ空きがね、6、7にもううってつけの展開になった。長井でありますが、先頭は岩田博美、大好き磁石感、博美おめでとう。速攻勝ち。はい、ということで最終レースまで見ていただきました。いやー大好き負けちゃったね。やっぱりね、ちょっと、まあ、さっきのね森くんもそうだけど、その前の選手の展開がねすごい向いてたような気がしますね。あの11、12ってね、うん、インコースがガラキだったりとか、本当に行きやすいスタートドーンってね、五十嵐さんみたいに行ったりとかね、すごく有利な展開が非常にあったなっていうふうに思いますね。これからどん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 ね、あのハンデが狭くなっていく戦いになっていくと思いますので、明日以降またねどういう展開になるか楽しみです。明日もやってまいります。ぜひ皆さんチャンネル登録をよろしくお願いいたします。今日も最後までご視聴いただきましてありがとうございました。そして本日も皆様お疲れ様でございました。良い週末をお送りください。最後にお願いです。チャンネル登録並びに高評価ボタンと鈴ボタンプッシュ、そしてチャリロとの新規入会よろしくお願いいたします。